ジアカップが終わってしまったよ。残念ながらそうだな。今回は選手たちのコメントを見て何が問題だったのか考えていこう。ぜひ最後まで見ていってくれよな。いつまでも落ち込んでられないか。よし、聞いていきましょう。冨安のものからいこう。勝ちに値する試合ではなかったかなと思います。特にセカンドハーフは完全に相手に流れを渡してしまいました。彼らが勝利に値したんだと思います。後半はもうフルごっこですよ。普通に力負けね。采配も気になったけど。全てが足りなかった。良くない時の日本というか、ちょっと良くない時間帯になってきたら、シンプルにボールを失うとか、淡白なプレーになって、その分、僕らも前にボールが渡った後に、ラインアップしないといけないところを、すぐ失ってしまうとギャップもできてしまいますし、その中でスペースを相手に与えてしまうので、それは僕らも、ダッシュでスプリントして、上げないといけない部分ではあった。選手も良くない時の日本は自覚してるんだな。森保監督の負けパターンもだし、日本の負けパターンって毎回これだもんね。あ、これ負けるやつだ。って途中から分かったよな。そのおかげで負けてもショックが少ない。それほど圧倒されてたからね。ピッチ上での振る舞いも含めて、もっともっとやらないといけないですし、戦わないといけない。そこの熱量のところはちょっと、今日の試合の後半は特に感じることはできなかった。そこは僕も含めてですけど。これはイラン戦に限らず感じた部分だよな。精神論みたいにも感じるかもだけど、ここの差ってめちゃくちゃ大きかった。背負ってるものとか覚悟が全然違う。相手からは気迫を感じた。なんか東京オリンピック予選を少し思い出したわ。森保監督は同じ失敗を繰り返したということだろう。ベタになっちゃいますし、イラク戦1-2の後も言ったので、あまり言いたくないんですけど、今日の負けがあったから強くなれたっていう風に、そう言えるようにならないといけない。これから所属チームに帰って、それぞれができることをやらないといけないと思います。今日の負けがあったから、できればアジアカップ優勝して聞きたかったわね。次は久保のコメント。悪い流れになってきていたけど、あそこまで悪くなるとは思っていなかった。なんとか延長に行きたいなという感じだったけど、最後に PK でやられてしまった。もったいなかったけどしょうがない。前半はやっていて負ける気はしなかったけど、後半に入って相手に、3回ロングスローを作られて、嫌な流れだなと思ったら、相手もそれに味を占めて、とりあえず蹴って拾ってで、タッチラインを割ってもロングスローがあるよってことで押し込まれて嫌な展開になった。もうちょっとボール保持する時間が長くなればよかったかなと思うけど、相手のやりたいことがうまくはまったと思う。イランは後半勝負で考えてた感じだし、前半のうちに弱点を見つけたことで後半は徹底してきたわね。やっぱり強いチームだわ。確かに久保が言うように前半のままなら負ける気はしなかったかもしれんが、そこはさすがイラン。弱点を見逃してくれなかったな。本当に思った通りで全てがうまくいったけど、シュートは右足の精度のところが足りなかった。相手は多分繋げないってことで割り切って、蹴ってきてなんとかという展開だったけど、その前に僕らは試合を決め切るチャンスがあった。攻撃陣は特に反省したい。今大会は特に決めきるとこをしっかり決め、問題点を即修正できるかどうか。これが勝敗に直結してる。攻守両面に問題があったよな。前半は森田秀正選手がサイドに流れるだけで相手が捕まえきれていなかったので、後半もその形を継続できればよかったけど、相手のロングボールの対応でこっちも精一杯だったので、そこも相手のやりたいことをやられたと思う。上田選手が前線にいたのもあるけど、全部が勝てるわけではないので、悪くなってきた時でも自分たちがやりたいことを貫き通せばよかった。まあでも実際にやろうとすると難しいものよね。あれだけ押し込まれる中で攻撃しようと思ってもなかなか。そして交代となるんだが、久保も本音を言ってる。試合出場が続いてだんだんコンディションが上がってくる中で、今大会多分ベストなゲームだったと思うので個人的には交代は早かったかなと思うけど、そこは一選手がどうこう言ってもしょうがない。やっぱり久保も思っていたのね。この試合は伊東純也が離脱したことで個人でなんとかできる選手は三笘と久保だけだった。それをわざわざ減らすって、三笘としても困っただろうな。もっとやれたかなと思う。苦しい時間帯にもっともっと点に絡みたかった。大会を通して、今の僕の限界かなと思う。数字も欲しかったし、チームを勝たせるプレイもしたかった。ここからまたダブルハイ予選も続いていくし、切り替えるしかない。チームに帰って重要な試合が続くので、代表のことは一旦忘れようかなと思っています。まずは今日も試合があるのでチェックして。僕は次の試合でメンバーに入ると思うので。大変ね。休むことなく今度はクラブ。監督批判とまではいかないけど、同じように森田も不満を吐露してたわよね。これだな。森田のコメント。どうすればよかったのかははっきりわからない。考えすぎてパンクというか、もっとアドバイスとか、外からこうした方がいいとか、チームとしてこういうことを徹底しようとかが欲しい。チームとしての徹底度が足りなくて試合展開を握られるということがゼロじゃないし、この大会でも少なからずあった。ボランチとして、プレイヤーとして、チームのために考えないといけないし、その思考は止めないけど、そこの決定権が僕にある必要はないのかなと思う。あくまで僕は最後の微調整だけでいいのかなと。担っているものを重荷には感じないけど、もっと欲しい。これ結構はっきり言ってるわよね。
チーム内に問題があったことは明らかだな。僕が決めたシーンとか、ラインコントロールとかの映像を見て、こうしよう、ああしようという話はあったけど、深いところまではいけなかった。前半、嫌な感じで逃げ切ったような感じでロッカーに戻ったけど、後半、フレッシュな感じでピッチに出れたかというとそうではなかった。何かが足りないのか、やろうとしていることが多くて、むしろ捨てていくべきなのか、一つに絞っていくべきなのかわからない。ゴールキック一つ取ってもそうだし、もっといろいろ提示してほしい。結局、誰が出てるかの人次第、質次第になっている。チームとしてやろうとしているスタイル、チームとしての哲学があっても、そこに差は必然的に出てくるものだけど、こういうことをしようというものがないと、受け身になり始める。相手の雰囲気だったり、同点ゴールを決められて、オフサイドだったけど追加点も取られそうになって、僕自身を含めてボールを握るのが怖くなる。文句みたいになって申し訳ないけど、選手はできると思う。結局選手任せになってるってことよね。明確な指示がないと、うまくいってる時はいいけど、そうじゃない時にこうなってしまうよな。うすうす感じてはいたけどやはり。僕が目の前の選手に対してターンして顔を上げてボールを蹴れたり、そういうことを世界のトップ選手は当たり前にできる。そこは真摯に受け止めないといけない。チームとしてどういう動かし方をして、どこを狙っていくかというのはもっと明確にしないといけないし、それそういう課題があるのにこのところで負けたというのは逃げだと思う。森田がここまで言ってのを森保監督、スタッフはどう考えるのか。ちょいちょい不満の声は今までも聞こえてきてたし、真剣に向き合わないといけないだろうな。次はザイオンのコメント。本当に何もできなかった大会だった。それが率直な気持ちです。毎試合勝利はもちろん、無失点を目指してますけど、この大会通して、自分がゲームを壊すようなシーンが多くて、何もできなかった大会だった。ああいう攻め込まれるシーンの中、プレイ一つ一つのクオリティの高さを求められる中でそれを発揮し続けられなかったのが結果に直接結びついた。相手の特徴であったり、いろいろなものを考えた中でああいう風に飛んで、あそこでチームを救えればよかったけれど難しい失点でした。PK の前でうまく対応できたらよかった。今大会はザイオンのミスってのがわかりやすかったからみんな叩いてた。確かにザイオンも悪かったけど、本当の問題にはほとんどの人が目を向けてなかったわね。だな。結局最悪な結末となってしまった。ザイオンには将来がある。この悔しさを次につなげてほしい。次は伊藤博樹。ボールも逃げれていたと思うし、先制してプラン通りだったと思います。ボールが繋げなくなって、ロスとして押し込まれたっていうのは、自分たちが招いた展開かなと思います。どうしてもマンツー気味だったので、ラフなボールが多くなったのが苦しんだ要因。後半押し込まれて、自分のサイドも何回かクロスを上げられたし、そこはもっともっと食らいついていかないといけなかった。この試合は板倉とか明らかにパフォーマンスが低い選手もいたけど、チームとしてあれでは誰か一人頑張ったところでどうしようもないものね。無理だわ。誰が悪かったっていうよりもチームとしてな。そしてワールドカップとアジアの違い。どんな相手でも勝てるというのが目指しているところ。苦しい時間帯で流れを変えられなかったところ。安定感というか、しぶとさ、力強さが足りなかった。これはやっぱりみんな言うわね。気持ち的な部分、見てる側ですら感じたからな。そして PK となったシーン。最後、声をかけられず、ああいう事故のような失点っていうのは今日のような試合では起こりうる可能性が見えていたので、非常にもったいない内容にはなりましたけど。ああいう難しい試合の中で、ボランチとしてゲームをもっとコントロールする力が必要になる。自分の責任だなと思います。グループステージからもそうですし、この試合を通してみても、1対1の部分、このフィジカルだったり制空権だったり、もっと自分のマッチアップした、敵対した相手に対してもっと勝っていかないといけないですし、そこの勝率がチームとしての勝敗に大きく影響すると思うので、そういったところを改めて、大会を通して学びましたね。PK のとこは伊藤博樹はどうしようもなかったと思うけど、日本代表ではやっぱりもともとセンターバックの選手だったもんね。そう感じるシーンが結構ある。悪い意味でな。やってるプレイはサイドバックというよりはセンターバックになってるから。日本代表ではな。それが結構マイナスに働くことが多い印象を受けるよ。利き足じゃない方でプレイしたくないから、そこでもたつくとすぐ後ろ下げたりするシーンも目立つし、サイドバック向きの選手じゃないと感じるわ。クロス精度、ロングボール精度はピカイチなんだけど、そこにたどり着くまでに難がありすぎる。かといってサイドバックとしての守備も、中に絞りすぎる癖がある。考えれば考えるほどセンターバックの選手ですよ。次は堂安。前回のアジアカップから、オリンピック、ワールドカップと今回のアジアカップと、代表で何も成し遂げられていない自分の不甲斐なさを今、感じています。相手のパワーに完全に支配された感じがあった。自分らがボールを持っているはずなのに、相手にペースを握られてる感じがあった。負けに値したゲーム。失点の仕方が悪くて、メンタル的にもダメージが来た。脳からダメージが来て、体が動かないのも感じていた。後半は本当に情けないゲームでした。これって実際の選手しかわからないことよね。わかっていても動けない。メンタルに来るってそういうもの。だな。最後は板倉。本当に申し訳ない気持ち。日本から応援してくれている人もたくさんいたと思う。
敗因は自分にあると思うし、センターバックの自分がもっといいパフォーマンスをしていれば勝てたと思う。自分を難しくしてしまったのはあると思う。その中でも、局面で戦えていなかった。最後の失点も、その前も自分からだと思うので責任を感じている。ピッチに入ったら正直そんなのは関係ない。中2日は相手も同じ条件。その中でああいうパフォーマンスをしている時点で、代表選手としてピッチに立つ資格はないと自分自身、今日強く感じたし、もっと責任を持ってやりたい。板倉に問題があったのは間違いないけど、それを使い続けたのは監督。交代させることも優しさだと私は思う。誰の目から見ても明らかに問題あったのにな。悔しいけど日本代表のアジアカップは終わった。これを次に繋げなきゃな。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。